ちょっと前なんですけど、声優の上村優斗さんとランチをしまして、仕事終わりに。でここ結構行くんだっていう、そのスタジオ近くのカフェ連れて行ってもらって、でそこ行ったらカフェなんだけど、優斗さん毎回カレーを頼むらしいんですよ。で結構そのメニュー見てても、まあアイスクリームとかフレンチトーストとか、まああとは普通のドリンクメニューとかが多い中で、カレーだけドドンって書いてあって、これ強気だなって思って、なるほど、じゃあ僕もカレーいただきますっつって、まあゆうとさんと一緒にそこでカレー食べたんですけど、思ってた以上に本格的というか、なんていうんですか、銀色のさ、魔法のランプみたいなカレーポットみたいなさ、あれあるじゃないですか、あれにしっかりと欧風のカレーが入ってて、で別皿にご飯とあと色とりどりの野菜たちが乗っかってて、でその欧風のカレーも結構そのポークカレーかななんですけども、ゴロッゴロなんですよ、お肉とかちょっとした野菜とかが。でそれをぶっかけて食べたんですけど、なんだろうな、この欧風カレーなんですけど、めちゃくちゃこの日本人好みにアレンジされてるというか、ちょっと甘い口どけで、うん、めっちゃ食べやすくて100点っつって、僕はもう大満足で、その店を後にして、まあ教えてくれてありがとうございますって気持ちになって、でまた後日というか、まあ少し経ってまた同じスタジオに別件で行くことがあったので行って、でまたちょっとその時はお昼時外してたんですけど、僕まだそのご飯食べてなかったので、まあちょっと15時16時ぐらいかなだったんで、ちょっとお腹空いたし、そうだこの間のゆうとさんに教えてもらったカレー食べに行こうと思って行ったんですよ。でそしたら結構そのお店が時間帯によってもう完全にご飯停止してますみたいな、だから僕も行った時はその時間帯はすいません今の時間帯ドリンクとデザートだけなんですけどよろしいですかって言って、あよろしくないですっつって、俺もここにカレー食べに来てるんですみたいな感じで、あそうですか、じゃあちょっと今日は失礼しますっつって後にしたんですけど、もう完全に俺はもうなんならその仕事してる休憩中にもうカレーの口になってんのよ、 1,2 時間前に。でもう心の底からカレー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 の状態で行ってないって言われてるから、もう飢えたカレーゾンビね、これが俗に言うカレーを探してもうさまよってたの、その街を言うて、でないのよ、探せと探せと、結構やっぱカレー屋さんがなくて、でもうどうしようかなと、これカレーの口だから別のもんはちょっと入れたくないんだよな、じゃあもう家の近くまで行ってまあ別のカレー屋さん行くかと思ったんですけど、ちょうどその時にビーフシチューの看板があって、いやちょっと違うけどもお腹がもうだいぶ空いてるし背に腹は変えられねえっつって、もうこれも運命だからって思って僕は受け入れてそのお店に飛び込んだんですよ。まあそこは結構個人経営的なカフェなんで、まあ似たようなカフェではあるんですけど、で入って、まあ、ビーフシチューを注文したんですけど、あすいませんちょっとその席の方がその普通の何そのカフェ店内屋内の席が全部もう満席なんでテラス席みたいのがあるんですよって言われて、でそちらでもよろしいですかって言われて、まあでももうテイクアウトはちょっとねあれだから、じゃあそこでお願いしますっつって、まあ、案内されて行ったら、もうめっちゃ結構狭いテラス席で6畳ぐらいしかない広さ的には、で結構こじんまりしてて、まあ、ベランダみたいな結構ちょっと柵にこう囲まれてるテラス席なんですけど、行って席数もだからテーブル2つぐらいしかないんですよ。でその手前の1個のテーブルの方にドヤンキーたちが占拠してて、もう気まずって思って、でしかもなんだろうな、バリバリのそのドヤンキー
善としてるっていうよりはちょっとこのいかつさ残しつつスーツで固めてお金持ちそうなおじいさんと談笑してるんですよ。でもこれやばいわと思って僕はまあでももうビーフシチュー食って帰るだけだしと思ってでまあその奥の方の席座ってまあちょっと待ってでまあブザー鳴ったんでビーフシチュー取りに行ったんですけどそのビーフシチューがよりにもよってなんかめちゃくちゃ凝った陶器みたいな器に入っててめちゃくちゃ重たいんですよそのトレイも相まってでそれをこの重てえなって持ちながらそのまたテラス席まで僕運んでいったんですけどそのテラス席が狭すぎたその入り口がもうそのトレイをそのドヤンキーの頭上をこう越えて持っていかないと通れないんですよもう僕もこの横ばいになってカニ歩きじゃないですけどそういうのでもう失礼しますってこのトレイをドヤンキーの上スレスレをくぐりながら通るみたいなでもそのもうビーフシチューぶちまけたら終わりだから頼む俺の腕持ってくれっつってこのなんとか運び終えてでも緊張と緩和の中で食ったビーフシチューがめちゃくちゃ美味しかったんですけどいやこれ美味しいわとで集中して食べて食べ終わってでまあまだまだいますとそのグループがもう完全にもうでもねじろにしてるんですよもうそこをもう毎週何曜ここの時間いつものあそこ集合なみたいなところのスペースなんですよそこに絶対俺通されたと思って絶対地元の人たちはここがねじろだって知ってるって思う空気感なんですけどでももうしょうがないからもうでもビーフシチューも食べ終わったしさっさと帰ろうと思って思ったんですけども帰りはやっぱ自分の荷物もあるしあと僕そのちょっと仕事終わりで手荷物みたいなの持ってたんでもう荷物だらけでその重たいまたトレー持って頭上行かなきゃいけないんですよでさらにそのなんならテラス席もその扉を自分で開けないといけないからこれどうやって開けるんやと思ってでも無理やりこう頑張って行って開けようにもでも難しいやばいって思った時にそのうちの一人ガッと受け止めてくれてあ大丈夫ですかっつってあこっち僕が持ちますねみたいなことでその4人ぐらいいたんですけどそのうち2人も手伝ってくれてなんかその瞬間チコビスハニーワークス流れるぐらいのこの青春感恋に落ちた曲が流れるぐらいのジャイアン劇場版効果じゃないけど人は見た目で判断してはいけないなと改めて思ったランチでしたね。小林千秋のブルーモノローグ。いやもうだからとはいえもうそれ以来もうそこは行ってないですけど、まあ、でもビーフシチューそこのめちゃくちゃ美味しかったんで賭けですよね。満席かどうか伺ってまずは満席じゃなかったらビーフシチュー食べに行こうかなと思ってますけどちょこれ賭けなんで次またちょっとゆうとさん呼んでビーフシチューチャレンジしてみようと思います。ちょっとまあでも2人だったらいけるかまたテラス席もうダチみたいなもんだしなわかんないけど皆さんも人はね見かけで判断しないようにしてください。というわけで実況感想はハッシュタグブルーログをつけてツイートしてください。それでは小林千秋のブルーモノローグ最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。改めましてこんばんは、小林千秋です。もうバレンタインも過ぎ去りましたが皆さんはどうですか。僕以前ねチョコじゃなくて唐揚げとか作った方がまあ今年はその他と一線を画せるんじゃないかと目立てるんじゃないかと、いう話をしてましたけど、そう実行した猛者いるんですかね。まあ唐揚げじゃなくてもねその惣菜系お菓子じゃなくチャレンジングした人はいたんですかね。まあ、もしこのチョコに代わる何かを与えたよとか逆にもらったよって方がいたらねぜひ送っていただければなと思います。よろしくお願いします。まあ、僕は実家に帰りましたね。ようやくというか2月に入ってから帰ったんですけどまあまあでもみんな家族元気そうでまあ何よりだったんですけど、
まあ特に何も起きなかったんですけど、あのその地元のガスといったら、あの初めて見ました、あの自動配達ロボみたいな、猫の形した配膳ロボみたいな子がいて、もう我が物顔で歩いてるけど、みんな多分もう受け入れてるから何にもリアクションしないの、その子がなんとかにゃみたいな、早く商品取れにゃみたいなこと言うんですよ。なんなんて思いながら、こうみんななんでこんな微動だにしないのっていう、このやっぱロボが社会に溶け込む瞬間というか、なんかこのサイコパスみたいな、そのアニメのねサイコパスみたいな世界に近づいているっつって、いつかも人類ネビュラシステムのもと統制されるんだろうなって思いますね。じゃあちょっとメール来てるんでそれ読んでいきますね。みかんと桃からいただきました、ありがとうございます。先ほど買ってきたアイスクリームを食べようとした時に、あ、そういえばブルログのアイスクリームスプーン使ったことがなかったなと思って使ってみました。使ってみてびっくり、こんなに冷凍庫から出したてのアイスクリームがスムーズにすくえると思いませんでした。ブルログアイスクリームスプーンすごい、こんな素敵な実用性のあるグッズを出してくださりありがとうございます。とても感動的だったので興奮のままメールを送りました。ありがとうございます。宣伝メールいただきましたね。やっぱ自分でこの、いやうちのスプーンいいんだよとか、そのまあ前回ねアイス企画送らせていただきましたけど、前々回か、まあ、その自分でね良さをアピールする、やっぱこういう第三者の方が言ってくださる方が助かりますので、ぜひみかんと桃周りの人たちにおすすめしていってください。よろしくお願いします、ありがとうございます。では続きましてポンポコからいただきました。2月3日節分ということで、千秋くん恵方巻き食べましたか？我が家では毎年恵方巻きを食べるのに加えて豆巻きを必ずします。はいはいはい。窓を全開にして家中を回るので、巻き終わった後は凍えるほど寒くなります笑い。父と母がイベント好きということもあり、子供の頃からずっと変わらない我が家の習慣です。今はお寿司だけじゃなく、ロールケーキなどのスイーツ系の恵方巻きもあって楽しいですよね。確かに売ってますよね、スーパーとかね。恵方巻きや豆巻きなど千秋くんの節分の思い出がありましたら教えていただきたいです、ありがとうございます。いやなんか僕まあなんだろう、幼稚園の頃になんかその鬼桃太郎だったのかな、その何の演目かっていうのは分かんないですけど、そのなんかお遊戯というか舞台みたいのをやったんですよ、幼稚園内で。でその時に僕は鬼役やって豆まかれた気がするんですよね。だ多分豆まかれたってことは桃太郎ではないと思うんですけど、じゃあどんな話だったんだろうっていうのが全く未だに思い出せないし、なんか調べてもやっぱそういう童話というか昔話みたいなないんですよね、その豆まかれて降参するその昔話みたいな。何園長オリジナル脚本でやってたのかなみたいな、そんな尖った幼稚園だったっけみたいな風に思いましたけど、まあでも最近はねさすがに一人暮らししてから、まあどのイベントもそうなんですけど、やっぱしなくなりますよ、食べなくなりますよね。そのバレンタインもそうだけど恵方巻きとかもなるべくね、その年越しそばとか恵方巻きとか、なんか食べたいなとは思うんですけど、やっぱその風情があるというかね、その季節ごとのって思うんですけど、なかなかね忘れるとかねありますよね。あとはまあシンプルにちょっと家汚したくねえしなとかね、大人になるってやだね。はいでは続きましてギアファイターからいただきました、ありがとうございます。不覚にも風邪をひいてしまい寝込んでいるベッドの中からこのメールを書いています。大丈夫か？家族全員が体調を崩し、かれこれ2週間ほど咳が止まらないのですが、やばまあ多分その一人が引いてるってよりは循環してるから治れないんだろうね、この体が免疫で治ろうとするとまた別のウイルス入ってくるみたいな。いやパンデミックやん、ギアファイター家パンデミック編じゃん。僕以外の家族は咳のしすぎで腹筋が痛いという中、僕だけは背中が筋肉痛になりました。日頃筋トレしているからなのか、腹筋は無事なのに背中は鍛え方が足りなかったみたいで、なんだか微妙に悔しいです。体調が戻ったら背中を重点的に鍛えようと思います。めちゃくちゃストイックじゃん千秋くんは意外なところで自分の弱点や苦手に気づいたことはありますか？ありがとうございます。そうですね、僕走る長距離走ると
めっちゃくちゃ顎痛くなるんですよ。なぜかわからん。食いしばって走ってないと思うんですよね。なんかあー顎引いたりとか自然と力入ってんのかな。で、まあシンプルに横腹痛くなるとかふくらはぎ辛くなるとかそういうのももちろんありますよ。でもそれってやっぱみんななることじゃないですか。僕そこよりもまずもう顎が痛くてもう無理ってなるんですよ。なんかこれ以上走ったらマジで顎なくなるって思ってその 1500m 走とか最初頑張ってたけどやべこれもう顎なくなるわって思って顎を抑えてちょっともう小走りになるみたいな俺だけこれ顎で走って多分2本の足と顎使って俺走ってるからいやどうなんだろうな。よくしゃくれなかったなって今でも思いますけど多分そこで言ってたら今の僕の顎はもっと今の 1.5 倍ぐらい伸びたと思うわってぐらいなんかね顎への影響がすごいんですよね。まあ、だから何弱点っていうかね別に殴られたことないけど顎ボクシングやってた時もそんなにでしたけどいやでも顎は何ですかね原因が分かんなくてちょっとこれもし俺もやでっていう方いたらちょっと教えてくれると嬉しいなと思います。同志でもねこれまで28年生きてきて同志見つけたことないですね。え 1500m 走ったら顎砕けそうになんないって言うといやってみんな言うからね隠してんのからみんな恥ずかしいから違う経験がなさすぎておかしいんだよな。はいというわけで紹介はここまでとなります。皆さんたくさんのメールありがとうございました。小林千秋のブルーモノローグ。さてここからはこちらのコーナーをお送りします。名言コレクション。はいこちらのコーナーはリスナーの皆さんから名言っぽいフレーズを募集、寄せられた名言の一部を番組が虫食いにしてどんな名言なのかを考えていくというコーナーです。というわけでちょっと一通読んでいきたいと思います。こちらがマッピーさんからいただきました。ありがとうございます。ほにゃららという言葉を全部ほにゃららという言葉に置き換える。ほにゃららという言葉を全部ほにゃららという言葉に置き換える。それぞれ違う言葉が入る。なんかもうさこの名言コレクションさ多分前回あたりからさやりまくってるからもう2個やんこの2個形式になってきてる。進化してんだ。1個のコーナー新コーナー作ろうよじゃあ1個のコーナー深掘りしていくタイプじゃん。まあまあいいですけど、ほにゃららという言葉を全部、だからこれはもうポジティブっていう言葉を全部ネガティブという言葉に置き換える逆か。ネガティブという言葉を全部ポジティブという言葉に置き換えるだったらまだいいか。うん。まあ全部なんだろうな、覇気がないっていうのをなんかこう闘志秘めてるだや俺はみたいな風に思える人間に僕はなりたい願望まあでもなんだろうねそういうことですよね。そのなんかちょっとそういうマイナス的な言葉があるけどそれをちょっと痴漢するというか、うん、それがもっと多分このクリティカルな単語だと思うんですよ。だとすると反対的な意味を込めて考えると文系の言葉を全部理系に置き換える。やっぱ文系はみんな理系への憧れがあるからそうですよ完全な偏見だけど俺の。まあ、なので、僕がこちらの名言を考えると文系、国語、古文、古典、そういった言葉を全部 X イコール何々という言葉に置き換えるです。
一周回ってね気になってくる。はい、こちら、正解というこちらマッピーさんの答えは、自分はという言葉を全部人間はという言葉に置き換える。どういうこと？ちょっとこれ説明文もあるのでこれ読んでいきますね。自分はという言葉を全部人間はという言葉に置き換える。これは私の好きな動画配信者さんがおっしゃっていた言葉です。落ち込んでいた時にその配信者さんの言葉を聞いてなるほどなと思いました。私はどうして私は他の人より要領よく仕事ができないんだろうと落ち込む瞬間が日常生活でたくさんあります。それを考えるために自己嫌悪に陥ってしまいとても孤独に感じていました。でも私という言葉は人間はという言葉に置き換えて考えると自分と同じ悩みを持っている人がたくさんいる、みんな同じなんだと少し心が軽くような気がします。考え方次第でモチベーションも変わるのでもう少しポジティブに生きていきたいなと思いました。まあ、だから僕が言った最初に言ったネガティブって言葉をポジティブに置き換えるっていうことですよね。はい、そうです、そうなんですよ。そうですね、自分は走ると顎痛くなるっていうのを人間はっていう言葉に置き換えれば、あ、そうだ、みんな顎痛くなるんだってなりますもんね。もうそれ勝手に思っとけ的なあれじゃん。実はちげえけどなみたいな。まあまあまあ、でもこういうね、この僕の場合特殊な例ですけど、よりこの普遍的というか結構誰しも陥りそうなことに感覚に関しては、うん、かなり当てはまるんだと思います。いや救えてよかったわ一人、うん、手柄を取ってる。では続きまして、受験生ズリタンからいただきました。YDYDK、今回ちょっと形を変えたお題です。 リスナーさん名言としてこれを言われたそうですが、これが何の略か考えてください。5文字普通3個までだよこういうのは。YDYDK 横浜大好き横須賀大都会勝ち組じゃない。神奈川、神奈川のなんか、神奈川のもう歌みたいな。いや横浜大好き言うてるから横須賀のヤンキーじゃない。じゃあ横、それで言うなら横浜大嫌い横須賀大好き勝ち組じゃない。合ってる、ハッとしてる、絶対そうだと思うよ。こいつ絶対横須賀のヤンキーだろ、負けねえぞって。受験生だけど兼業で受験生兼ヤンキーやってるから、息抜きでね。はい、というわけで、僕がこれを考えると横浜大嫌い横須賀大好き勝ち組だこらです。個性をね。こちら受験生ズリタンからの名言が YDYDK、 こちらがやればできるのにやらないからできない子です。これは学年周囲の友達が私に言った名言です。私はだいたいいつもテストで110人中10位から18位をさまよっているのですが、やる気が出ず全く勉強しないでテストを受けた時25位になったことがあり、その時に生まれた名言でした。褒められているんだかけなされているんだか分かりませんけど心に残っています。3月に高校受験を控えている私ですが、しっかり勉強して臨みたいと思います。ちなみにこの名言を生み出した友達は高専の推薦受験に合格済みです。ありがとうございます。なるほどね。まあだからもっとやれば順位も高くなるし、まあそのまあ現にね10位から18位までさまよっているんだけれども、それやる気でないともっと下がっちゃうから、もっと頑張ればもっと高みを目指せるよってことですね。まあ、それはわかるけど YDYDK はわからんて。あ、YDK はあるんだ。あ、やればできる子っていうのがこれ普通に一般社会に馴染んでるんですか YDK。 まあ若い世代で YDK 流行ってるんだ。まあこの YDYDK はもちろんこのズリタンが言われた言葉も全然活用していってほしいし、まあ、ズリタンもこれを励みに高校受験
頑張ってほしいなとは思いますけど、まあその僕の言った YDYDK もぜひ使っていってほしい。勝ち組だぜっていう、これだから負けちゃダメだからね。心で一緒だから、結局根幹はやればできることを。横須賀勝ち組は気持ちで負けるなってことだから頑張れっつってヤンキー根性ド根性。はい、というわけでこのコーナーでは皆さんの心に残る言葉をお待ちしています。番組が虫食い形式にしますので、名言とエピソードをそのまま送ってもらえれば大丈夫です。以上、名言コレクションでした。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか、各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマでは好きなドラマについてメールを募集しています。番組のホームページでも紹介していますので、ぜひチェックしてください。 YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、何度でも楽しんじゃってください、その他の詳細は番組の公式 Twitter でもお知らせしていますので、ぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。そして公開録音 AGF2022 で発売されたブルログ T シャツが文化放送 A&G ショップで、通販受付中です。詳しくは番組ツイッターをご確認ください。アイスクリームスプーンもね、こちらよろしくお願いします、さらに番組からもう一つお知らせがございます、なんと3月3日とその翌週3月10日の放送で、僕も出演させていただいているテレビアニメ氷属性男子とクールな同僚女子を特集してお送りすることが決定しました。いや、こちらね、僕もまだどういう内容になるかっていうのまだ聞いていないんですが、ぜひね皆さん楽しみにしていただきたいのと、それぞれゲストの方を迎えることも決定しています、3月3日の放送の方は冬月さん役の石川由依さん、そして3月10日の方は冴島くん役の内山幸喜さんがゲストでいらっしゃるとのことで、いやこちらね、まあ普通のその作品の話もしつつ、ゲストさんとのまあその交流の話もしていきたいなと思うので、ぜひぜひリスナーの皆さんからメールたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。では最後に僕からのお知らせです、クールドジ男子にイチクラハヤト役で、そしてこちらに氷属性男子とクールな同僚女子に氷室くん役で出演させていただいておりますので、こちらチェックよろしくお願いします。というわけで、まあ今週はまあバレンタインも過ぎ去りっていう話しましたけど、まあ言うたらだから2月ももうぼちぼち下旬というかね、終わっていくっていうことで、でもこのやっぱ1月から3月にかけてイベントがね、結構イベントごとが多いですし、まあそのさっきね受験生の方からメールもありましたけど、やっぱ受験シーズンっていうところでね、ちょっとブルログは全国の頑張る受験生を応援していますから、よろしくお願いします。ぜひ進学先、就職先でのブルログのお布施よろしくお願いします。不況か、お布施だとマネーだもんね。まあいっかはい、というわけで、こちら今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームのっちゃんからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。お風呂場が寒すぎてコンディショナーが固まる。